皆さんこんにちは。2015年3月の23日月曜日、今日もウイナスタジオからお送りしております。今日の数波の言葉は愛してます。ありがとうございます。愛しています。ありがとうございますです。 BGM は、昨日に引き続き宇宙巡礼の CD の中から、青い地球、緑の星をお送りしております。この宇宙巡礼、宇宙の創造から、ビッグバンによって始まって、そして、地の章で、地球が誕生して、そして遥か彼方からとても美しい緑の星が見えてきた。それが地球であるという、まあそこまでのストーリーの曲です。以後明日からまたその続きの曲をお送りしたいと思いますが、今日の松山はとても晴れていていい天気です。暖かくて、しかし明日からまた寒くなるということらしいです。皆さんのところはいかがでしょうか。この緑の星、この CD が出た頃っていうのは、ちょうどリラクゼーション、ヒーリングミュージックというのでよくかけられてましたですけどね。さて、高野山を出発点です。ということで、書いたこのスペースオデッセイ、宇宙巡礼の曲ですけれども、当時はすごい、1988年9月すごい土砂降りの中で演奏しましたけれども、しかしとても気持ちがいい。自分の体から熱気が出て、そしてびしょびしょになった体がスモークのようになってですね、煙で包まれるような、そんな感じが自分で演奏しながら見えました。まあこの時から龍神さんに気に入られてるっていうことでよかったですねっていう、お山の方から お声をいただきましたけれども、以後コンサートの時にはですね、いつも前もって雨が降って、まあ、清めていただいて、そして、当日は本番の時には、とてもいい状態で演奏ができるという、まあそういったことがずっと続いております。この高野山のスペースオデッセイ宇宙巡礼のところに広島の方が来られておりまして、西村さん、世界の平和のために、鎮魂のために世界80カ所を回るんだったら、まず一番最初に広島に来てやってほしい。広島は初めて原爆を落とされたところです。平和を語るときに広島は避けて通れないところだと思います。私もそれに賛同して、1988年の12月に広島で平和コンサートをしました。そしてその時の新聞記者の方が来られてて、そして私の記事を翌年の1月の2日1日だったかな3日だったかなに一欄に載りました。以後私の人生が大きく変わりました。それでは明日も皆さん素晴らしい一日でありますように。